本項目では、無神論の歴史について記述する。無神論に相当する、西洋語は、古代ギリシア語、シータイプシロン、神を信じない、不信心は、神を否定するに由来して16世紀に生まれた。近代でも18世紀までは、積極的無神論を公に認めることは困難なんで、あったが、無神論的な思想、信仰やその社会的な影響は、 現在も続いている。率直に心的な存在など、全く存在しないと考える思想は、有神論と同じだけ古い。哲学的無神論思想は、紀元前6から5世紀からヨーロッパ・アジアで起こってきた。ウィル・ドゥーランの説明によれば、確認されている限りでは、アフリカのピグミーは、祭儀、儀式に相当するものを一切持たないという。彼らの間ではトーテム。 神、霊魂といったものが一切確認できない。彼らが死んで埋葬される時には何らの儀式も行われないし副葬品を伴ったり死に特別な関心が払われることもない。また、旅行家の報告によれば彼らは単純な迷信すら書いていると思われる。スリランカのベッダ人は神が存在する可能性があることは認めるが、 それ以上に神がいるともいないとも言わない。いかなる形式の祈り木物も捧げられることがない。極東においては、インドのジャイナ教、仏教、ヒンドゥー教のある宗派、そして中国の道教に見られるように、神論を中心としないような感想的生活が、紀元前6世紀に始まった。これらの宗教は神に対する信仰なしに、 哲学的な救済の道を提供すると主張しているが、いくつかの宗派では神に対する信仰、魂の意部、その他の伝統的な要素が慣習として残存している。さらに、最も古い聖典修正である、パーリゴ三蔵は、実は、神的存在、ベーダの神々、天章、天国と地獄といった観念を受け入れているように見える。初期仏教において、 神々の存在は往生するという目的を達成するのに必要とはみなされないが、彼らが存在することに疑問が差し挟まれることもない。ヒンドゥー哲学のアースティカの中でも、サーアンキア学派やシ期キミーマンサー学派は、それぞれの教理体系において創造神を受け入れない。サーアンキア学派の主要な文献、サーアンキアカーリカーは4世紀に、イシュバラ・クリシュナが書いたもので、 その頃までにサーンキア学派はヒンドゥ哲学の中で主導的な学派となっていた。この学派の起源は非常に古く伝説的に語られるのみで詳細は不明である。この学派は二元論的かつ無神論的である。この学派はプラークリティとプルシャの二者の存在を信じており、この体系の中にイシュバラの占める位置はなかった。そこで、 石原が存在すると証明できないため石原の存在は受け入れられないと主張された。サーンキア学派は当時ヒンドゥー哲学を支配したが10世紀以降衰退していった。今日では新しいもので16世紀頃までの彼らの書いた注釈書が残存している。ミーマアンサー学派の基本的な文献はジャイミニの書いたプルバミーマアンサー・スートラである。 この学派は700年頃に最も盛んとなり、中世に入っても、しばらくの間ヒンドゥー思想研究に半ば支配的な影響を及ぼした。ミーマンサー学派では自分たちの研究の第一たる、ものはベーダに対する精密な解釈を土台とした、ダルマの本性の解明にあると考えられていた。その中心距離は、儀礼主義、反禁欲主義、反神秘主義である。 初期のミーマンサー学派では、アドリシュタは、カルマの結果であり、彼らの体系に、イシュバラは、必要ないと考えられていた。ミーマンサー学派の主張は、今日のヒンドゥー教のいくつかの学派でも支持されている。ジャイナ教とは自分たちの宗教が不滅であると、信じている。ジャイナ教の起源は、インドアーリア文化の開始する前、歴史時代以前、起源前3000年以前にまで遡る。 組織化されたものに限って言えば、ジャイナ教の起源は、紀元前9世紀のパールシュバカ、あるいはより信頼性の高いものとして、紀元前6世紀の祖師、マハービーラまで遡る。ジャイナ教は、宇宙が物質と、霊魂からなると考える二元論的な宗教である。宇宙、そしてその中に存在する物質、霊魂は、永遠で新たに作られることがない。また、 ジャイナ教においては、全能の創造神が存在しない。ただし、神や、その他の霊的存在は宇宙に存在し、魂は、神格に到達できるとジャイナ教では考えられている。しかし、こういった、超自然的存在はいずれも何らかの、創造的活動を行うこともないし、祈りに対する返答に介在する能力も持たない。徹底して、唯物論的。 反宗教的なチャールバー科学派は、聖典、バールハスパティアスートラと共に、インドに現れた、宗教のくくりの中ではおそらく最も無神論的な、学派である。この学派は、マウリア長期の一般的な会議論から分かれて生まれた。パーリ教典によれば、紀元前6世紀のアジタ系サカンバリンが、仏教徒と議論をして、体が滅びるとともに、賢者も愚者も、 等しく滅する。彼らが死後も存在するということはないといったことをすでに解いている。チャール・バーカ哲学は今日主にアスティカや仏教徒といった論争相手の文献から知られる。チャール・バーカの本来の目的はこの世界で富を得て幸福で生産的な生活を送ることである。ジャヤラー・シュバッタの タットボパプラバシン派は現存するチャールバーカの文献として参照されることがある。この学派は15世紀頃に滅びたと考えられている。思考神という観念にも第一動者という概念にも肯定しないことが仏教と他の宗教との間の重要な相違だと多くの人が見なしている。仏教では超自然的な生き物がいることを否定しないが、 神が西洋に見られるような創造、救済、審判といった力を持つことはない。ただし、根拠的な民間信仰においては、力ある、御孤確に祈ることで、ある程度の孤独があるとは考えられている。仏教では、人間より高い脅威にある生き物の存在が認められており、彼らは、天と呼ばれているが、人間と同様に輪廻の中で苦しんでおり、人間より、 特別かしこいわけでもない、と言われる。事実ブッダはしばしば神々の教師として描写され、彼らより優れていると考えられている。それにもかかわらず仏教では各社への道の途上に知恵、あるご法尊がいるとされる。しかし、後代の大乗仏教の文献では、ブッダ自身の菩提心あるいは発心である、永遠、不変、全知、不和化、不正。 不滅たる存在の基盤というものがあるという観念が数多くの大乗経典においてブッダによるものとされ、これは様々なタントラにも見出される。一部の大乗経典ではかかる原理は時として、例えば発信不原、持ち混合物、大日如来、阿弥陀如来、本書物といった一つの根本的なブッダとして人格化された姿に次元するものと表現されている。 ソクラテス西洋の古典古代では、有信論が国家の信剣を支持する基本的な思想であった。歴史的に国家が公認する神を信仰しない人は、皆無信論者だという非難や死刑の言い的となってきた。社会的な理由から、紀元前399年にソクラテスは、エーテオズとの非難を受けた。このような非難に反して、彼は、 自分が神の声から霊感を受けていると主張していた。ローマ帝国時代のキリスト教徒も国家宗教を破壊するものとみなされ、無神論者として迫害された。以上のように、無神論者だという非難は、宗教を破壊するものを指し、敵を排除するための政治的道具として、異端や不経験という非難と同義に用いられてきた。西洋哲学は、 紀元前6世紀のギリシア世界で始まった。最初の哲学者たちは無神論者ではなかったが、彼らは神話的説明を廃して自然の過程を語る言葉で世界を説明しようとした。そのため雷は雲を割る風の結果であり、地震は地球が強く熱されたり冷やされたりしている時に起こると説明された。 初期の哲学者たちはしばしば伝統的な宗教的観念を批判した。クセノファネスは、牛や馬に手があれば、馬は馬に似た姿の神を描き、牛は牛に似た姿の神を描いたであろうといったことで有名である。他の哲学者では、アナクサゴラスが、太陽はペロポネソス半島より大きい火の塊だと主張しているが、 不経験だと素知りを受けて、当てないからの亡命を余儀なくされた。完全に、唯物論的な哲学を最初に構築したのは、レウキッポス、デモクリトスといった原始論者たちである。彼らは、世界の形成や発展を、無限に広がる世界の中での原始の偶然的な、運動といった概念で説明しようとした。エウリピデスは、悲劇、ベレロポーンで、その名が、 劇の題名になっている。主人公にこう言わせている。誰かが、天井に神がいると言っているのかいない、いない。昔の誤ったおとぎ話に乗せられて、あなたを騙す者などいない。アリストファネスは、風刺師で知られているが、騎士でこう述べている。シャシャよもやあなたは神などを信じていないだろう。あなたは何を主張しているのか あなたは何を根拠にしているのか紀元前5世紀になるとソフィストたちがギリシア文化においてそれまで自明視されてきたことに対して疑問を投げかけ始めた。ケオスのプロディコスは神とみなされてきたものは人間の生活に有用なものであると考えたとされる。プロタゴラスは著書の冒頭で神々に関して言えば 彼らが存在するとも存在しないとも言えないと述べているという。メロスのディアゴラスは最初の無神論者として知られる。彼はエレウシスの悲劇を公の場で行うことで冒涜し、人々にエレウシスの悲劇に参加する気をなくさせた。それより少し後にキュレネ派の哲学者無神論者のテオドロスは神の存在を否定し著書。 神についてでこの考えを展開したという。エウヘメロスは、神はせいぜい過去の神聖死された支配者、征服者、思祖に過ぎず、本質的には神を信じる儀式や宗教は消え去った、王国、つまり以前の政治的構造を継続させようという行為であるという考えを、公にした。エウヘメロスは後に、 神々を抹殺して世界中の人々に無神論を広めようとし他として批判されたが彼の世界遺憾は厳密に理論的な意味では無神論ではなかったというのは彼は原初神に関しては英語不滅であるとして区別していたからであるある歴史家の主張によれば彼はアレクサンドロス三世のような政治的支配者が神聖視され始めるという状況下で 古い宗教を復活させようとしたに過ぎないという。エウヘメロスの著作は、エンニウスによって、ラテン語に訳され、おそらくこれに影響されて、神話学が、スキピオ・アフリカヌスを神格化する道が開かれたと、されている。エピクロスも、また無神論の歴史において重要である。デモクリトスら原子論者の思想を継承して、彼は、唯物論的哲学を支持した。 彼の唯物論的哲学では、神の干渉は必要なく偶然の法則のみによって世界が支配されている。彼は神が存在すると述べたが、神は人間の存在に関心を持たないと考えていた。エピクロス主義の目的は、神の怒りを恐れることは非合理的であるということを暴き、心の平安を達成することであった。エピクロスの思想を、 最も感動的に表現したものとしては、ルクレティウスの、ものの本質についてがある。ルクレティウスは、神は存在しないと宣言した。エピクロス主義者は、死後の世界の存在も否定した。エピクロス主義者は迫害されることはなかったが、彼らの教説は、論争を引き起こし、ストア派やネオプラトニスムといった、主流派の学派から厳しく攻撃された。 エピクロソファの流れは細々と存続し、ローマ帝国の終焉と共に徐々に滅びていった。キケローはこう述べている。神の本性を問題にする上で、最初の疑問は、神が存在するか否かである。神の存在を否定するのは難しいと君は言うだろう。我々が、公の集まりの場で議論している時について、言っているならば私もそれに同意する。 しかしこの種の問題を論じる詩的な会合の場合には、神が存在しないと述べるのは、全くもって、たやすいことである。無神論の概念は見たところ、古代ユダヤ人にも知られていて、聖書の著者たちには、否定的に評価されていたと考えている者も,もいる。詩編14-13には、愚か者たちは、心の内で、神は存在しないと述べる。彼らは堕落しており、 彼らの行いは不道徳である。彼らの中に善行をなせる者などいないとある。しかし、旧約聖書の中にはそもそも、神という言葉が存在しない。適切な解釈は、ヤハウェは存在しないであろう。ヤハウェは、ヘブライ人の神に対する呼称である。無神論は、厳密には、当時のこの地域の人々に知られていたとは言えない。つまり、紙幣に言われる愚か者は、 ヤハウェの存在を否定しバールのような別の神を信仰していたのであろう。中世のイスラーム教では、学者たちは無神論という思想の存在を認識しており、しばしば不信人者を攻撃していたが、彼らは無神論者を指す故障を持たなかった。誰かが無神論者だという素知りを受ける際、実際にはその人は大抵無神論の支持者というより、むしろ異端者とみなされていた。 注目すべき人物として旧世紀の学者イブにあるラワンディがいる。彼はムハンマドのものも含んで宗教的な予言の概念を批判した。そして宗教の教義は理性的に受け入れられないし拒否されなければいけないと主張した。イスラーム世界で宗教を批判したものとしては他に自然哲学者のアルラーズイーや詩人のアルマーリィーがいる。 中世ヨーロッパでは、無神論が明確に主張された例は見当たらない。13世紀後半に書かれた、アイスランドサガの一つの題名にもなっている、登場人物フラブンケルが、神を信じるのは馬鹿げてると思う、と言っている。物語の中でフレーを祀る彼の寺院が消失した、後に彼は奴隷になり、ブロット、つまりサガに、ゴスラウスとして描かれる立場に立つことは、 決してないと誓った。ヤーコップグリムは、ドイチミトロジーで以下の考察を述べている。注目すべきことに、ノルド人の古い伝説では時々、全くの不快感と、疑いから、異教の信仰を心から振り払って、自らの強さと、美点だけを頼みとするような人物についての言及が、なされる。例えば、ソーラー・ライオスには、ビボギーと、ラジが、アーシック・エイウトゥルースつまり、 自らを頼みとしていたとある。二人の王などのいくつかの他の例も参照のこと。キリスト教ヨーロッパでは、特に異端審問が盛んな地域では、人々は異端者として迫害された。しかしトマス・アクイナスの神の存在の五大証明や、アンセルムスの存在論的証明は暗黙に、神の存在を問うことの正当性を認めている。無神論者だという非難は、 政治的、宗教的敵対者を攻撃する道具として使われた。教皇ボニファティウス8世は、教会の政治的優越性を主張したために、魂の不死性も普及性も信じておらず、来たるべき生命も信じていないというように、無神論的立場を取っていたとして、死後に敵対者から非難された。ルネサンスと宗教改革の時期には、キリスト教が優勢な国々でも、 宗教組織に対する批判が頻繁になされるようになったが、これ自体は無神論だということにはならない。エイチゼムという言葉は16世紀にフランスで作られた言葉である。エイシストという言葉が英語の書物に現れるのは少なくとも1566年に遡る。無神論の概念は、この時期には初め宗教改革や、啓蒙時代の理性的。 宗教的騒乱に対する反応として再高した。論争において、自分以外の人が押す立場に、神の否定や、不信心を見て取った人々がその相手を非難する際に、用いたのである。16から17世紀には、無信論者という言葉は、侮辱目的にのみ使われた。それゆえ、当時は誰も無信論者とみなされることを望まなかった。 テオフラストゥスレディビブスの名で知られる、明らかに、無神論的な概説書が17世紀に、匿名の人物によって発表されたが、無神論は、道徳律の欠如を示す形容詞であり続けた。当時無神論者だと非難されることがいかに危険なことで、あったかを示す例として、1546年に、公主の五分形に書された、エティエンヌドレ、1619年に、 同様の最後を迎えたジュリオ・チェーザレ・バニーニがいる。伝えられるところによると、哲学論文、神が存在しないことについてで神の存在を否定しているポーランドの貴族カジミエ・シュウィシュチンスキは1689年にワルシャワで死刑宣告を受け、焼けた鉄で舌を引っこ抜かれててもゆっくりと焼かれ、最終的に斬首された。1766年にも同様に、 フランスの貴族ジャンフランソワ・ドラ・バールが、キリスト卓ッ像に対して、老石を働いた角で拷問を受け、残首され、胴体を焼かれている。最後の例はボルテールが判決を覆そうとしたことで、有名である。こういった、無神論だという非難を受けた人々の中でも、啓蒙時代の最も結出した哲学者であり、百科全書の主たる編集者のドゥニ・ディドロは、宗教的なドグマ、 特にカトリックのドグマに対して挑戦している。彼は理性の哲学者に対する関係は恩寵のキリスト教徒に対する関係と同じであると書いている。恩寵がキリスト教徒の行動を規定する理性が哲学者の行動を規定する。ディドロはこういった発言のために一時習慣され、著作の内幾分化は禁書とされ、粉書された。 イギリスの唯物論哲学者、トマス・ホッブスも無神論者だと告発されたが、彼はそれを否定した。彼の神論は特殊なもので、神を物質的な存在として捉えるというものであった。彼に先んじて、イギリスの劇作家、詩人のクリストファー・マーローが、自宅から、キリストの神聖を否定する小冊子を見つけられて、無神論者として告発された。彼は、 その告発に対して自分を弁護士を得る前に殺されたが、この殺されたことは宗教的な問題とは関係のないことであった。1770年代までにキリスト教が優勢ないくつかの国において無神論が否定を要求する危険な告発に遭うことはなくなっていき公然と認められる立場へと発展していった。古典時代以来初めて公然と神の存在が 否定され、無神論が認められたのは、ポール・アンリティ・リ・ドルバックの1770年に書かれた著作、自然の体系でのことである。ドルバックは、パリの社会的な人物で、ドゥニ・ディドロ、ジャン・ジャック・ルソー、デイビッド・ヒューム、アダム・スミス、ベンジャミン・フランクリンといった、当時の知的な著名人が広く訪れる有名な、サロンを開いていた。それにもかかわらず、彼の著作は、 偽名で出版され、公には、禁書とされ、噴書された。理性の祭典は一種の宗教であり、ジャックルネー・ベールや、ピエール・ガスパール・ショーメット、彼らの支持者たちが、フランス革命期に考案した、無神論をとにしている。理性の祭典は、理神論者のマクシミリアン・ロベスピエールによって、止めさせられた。彼は最高存在の祭典を虚行した。 どちらの祭典も革命期フランスのダツキリスト教家の産物であり、恐怖政治の一翼を担っていた。フェット・デラレゾン、ノートルダム、1793年ブリュメール20日、理性の祭典ははっきりとはわからないが、おそらく1792から94年に発展し、その後9月虐殺が起こった。その頃の革命政府は内遊外観に苛まれていた。 パリのいくつかの教会、例えばルマレー地区のサンパウル教会やサンルイ教会は理性崇拝の寺院へと修士街をさせられた。1793年5月には教会が閉鎖され、11月24日はカトリックのミサが禁止された。ストラスブールのノートルダム寺院は理性信仰の宗教施設になった理性の祭典はシャニ肉祭のパレードの一環として行われ、 教会が漁り回られ、イコノクラスムが行われ、その中で宗教や王室を表すものが削り取られた。また、キリスト教の殉教者を革命の殉教者に告げ替える儀式も行われた。これらの儀式の初期の実演は、パリの外のアンプロバンスで、特にエベール主義者たちによって行われたが、さらに過激なものとして、フェット・デラ・リベルテが、 ノートルダム大聖堂で1793年11月10日に行われた。この祝祭はピエール・ガスパール・ショーメットによって公案、計画されたものであった。自由の祭典は理性の女神という形で疑画化された若い女性を中心に据えていた。プリーストリー博士の哲学的不信人者への手紙に、 対する回答という小冊子はイギリスで最初に刊行された無神論宣言とされる。他にはよく知られていない人物、ウィリアム・ハーモンが、この著作に編集者として前書き後書きに署名しており、匿名の本文は、リバプールの自然哲学者で、プリーストリーの地記のマッシューターナーによるものとされている。無神論視やのデイビッド・バーマンが、 ターナーの著作であるという説を強く推しているのだが、彼は他に著者と考えられる人物を二人挙げてもいる。1789年のフランス革命によって、いくつかの西洋の国々で無神論に思想が、一気に社会的知名度を増し、19世紀の合理主義、自由思想、リベラリズムへの道が開かれた。1792年に生まれたロマン主義詩人。 パーシー・ビッシュ・シェリーは、啓蒙時代の申し子であり、1811年に、彼がタイトルを付けた匿名の小冊子、無神論の必要を、学部長に提出したことで、イングランドのオックスフォード大学を奉公された。この小冊子は、最初に、英語で発表された、無神論思想であると研究者たちは考えている。ドイツで初期に無神論の発展に影響を及ぼした、ものとしては、 ルートビヒ・フォイエル・バッハのキリスト教の本質がある。フォイエル・バッハは、カール・マルクス、マックス・シュティルナー、アルトゥール・ショーペンハウアー、フリードリヒ・ニーチェといった19世紀の他の無神論的思想家に影響を及ぼした。自由思想家、チャールズ・ブラッドラフは何度もイギリス議会に選出されたが、宗教的宣誓をするよりも自身の心情を、 告白したいという要求をあらわにし、取り下げられて、以降は議席を得ることはなかった。ブラッドラフが4度目に再選された時、審議長が彼に宣誓を行わせ、反論を許さなかった。彼は議席を持っている中で最初に心情を、明けっぴろげに述べた、無心論者となり、オスワクト1888の修正に参加した。 カール・マルクス1844年には無神論的な政治経済学者カール・マルクスがヘーゲル法哲学批判除説で宗教による苦境は一挙にそして同時に真の苦境と真の苦境に対する抵抗の表現である宗教は抑圧された者たちの探索であり心なき世界の心であり魂なき状況の魂であるそれは人々のアヘンであると書いている 人間は実際の社会的状況に由来する苦痛を和らげるために宗教に向かうのだとマルクスは信じていた。つまり、宗教は夢の世界を作り出すことで社会の中で起こる物理的状態つまり階級差別による苦しみマイナスを超越し、宗教の信者に死後の世界での安寧と正義を期待させる一方で、 この世界での社会的制裁と搾取を受け入れさせると、する試みであるとマルクスは主張したのである。道長の中で、マルクスは、人間が宗教を作ったのだ。宗教が人間を作ったのではないと述べている。フリードリ・ヒニーチェ19世紀の卓越した哲学者、フリードリ・ヒニーチェは、神は死んだという格言を残したことで知られる。 ところでこのフレーズはニーチェが直接述べたものではないが、彼の著作の登場人物たちの台話の中で使われたものである。信仰体系としてのキリスト教という一神教は、西洋世界で続いてきた倫理的体系であり、近代的思考によってこの体系を否定し破壊することは、自動的にニヒリズムつまり、価値観の喪失を導くであろうとニーチェは主張している。 ニーチェは無心論に忠実であったが、彼は人類に対するニヒリズムの負の効果についても考察していた。そのため、彼は古代の価値観の再評価を必要とし、また一方で新しい価値観を作り上げ、そうすることで人間が超人というより高い段階へ到達することを望んだ。20世紀の無神論は、実存主義、客観主義、世俗的ヒューマニズム、 ニヒリズム、論理実証主義、マルクス主義、アナーキズム、フェミニズム、一般科学、合理主義運動といった西洋思想に含まれる幅広い哲学に認められる。新実証主義と分析哲学は古典的な合理主義、形事上学を排して厳密な経験主義と認識論的有名論を選んだ。バートランド・ラッセルのような衝動者は神を信じることを。 断固として拒絶した。ルートビヒビトゲンシュタインは初期の著作で刑事上学的、超自然的な言葉を理性的な談話から引き離そうとした。ヘンリー・イルイス・メンケンは科学と宗教は両立できるという思想と科学は宗教と全く同様に強情的な信仰体系であるという考えの両方の間違いを暴こうと試みた。アルフレッド・エイヤーは自身が 経験主義を支持していることを参照して、宗教的言明の証明不可能性、無意味性を主張した。クロード・レヴィ・ストロースの構造主義は、宗教的言語を人間の潜在意識に由来するものだとみなし、その超越的な意味を否定した。ジョン・ニーメイヤー・フィンドレイとジョン・ジェイミソン・カーズウェル、スマートは、神の存在は、論理的に、不必要だと主張した。 ジョン・デューイのような自然主義者や唯物論者は、自然世界を、すべての基礎とみなし、不死なる神の存在を否定した。20世紀には、マルクス・エンゲルスの著作の解釈により、白車がかかって、無神論の政治的進歩も起こった。無神論に対する国家の支持と、宗教組織に対する国家の拒絶が、すべての共産主義国家の政策となった。代表的と言えるのが、 中華人民共和国の非輪飛行運動やソ連のロシア正教会に対する弾圧である。理論的にも実践的にもこれらの国は世俗的であった。宗教組織を政治的、社会的に排斥する根拠は一方では宗教的信仰の非合理性に求められ、他方では教会と大衆との関係の規制的性質にあるとされた。 教会は時には許容されることもあったが、厳しい制裁下に置かれた。教会職員は国家に取り調べられ、教会の行事に参加することはその人のキャリアの傷となりかねなかった。非常にしばしば、国家による宗教の廃絶は、暴力的な形態をとった。アレクサンドル・ソルジェニーツィンは影響力の強い著書、収容所群等で宗教の信者に対する公判が、迫害。 当国、拷問を報告している。結果的に、カトリック教会などの諸宗教組織は、共産主義体制に対する、最も厳格な反対者となった。いくつかの例では、共産主義国家における、宗教活動に対する厳格な統制政策は徐々に、緩やかになった。一方、エンベルホッジャ政権下のアルバニアは1967年に、 最初の無神論国家を宣言した国となった。アルバニアでは他の共産主義国家にも見られないレベルで徹底した宗教儀式の禁止が刊行され、宗教の信者が体系的に抑圧、迫害された。信教の自由は1991年に共産主義体制が崩壊してから回復した。インドでは著名な無神論指導者エロでベンカタラマサミが、 カースト及び宗教の名のもとに人々を分離、差別しているとしてヒンドゥー教とバラモンに対する闘争を行った。1956年に彼がヒンドゥー教のカミラーマにガーランド製のスリッパを着せ半信論声明を出した際にこの運動は頂点に達した。冷戦期にアメリカ合衆国がしばしば敵を不信心な共産主義者というように特徴付けた。 これは、無信論者が信用が置けない、売国やつだという考えを強化するものであった。この背景には、1954年に、神のもとにという言葉が、中世の誓いに挿入され、1956年に、国のモットーが、イープルリブス・ユニムから、インゴッド・ウィートラストへ変わったことがある。 マデリン・マーレーオヘアはおそらく最も影響力の強いアメリカの無心論者の一人である。彼女は1963年に大深院にマレー V カーリットを申し立て公教育における祈りの強制の撤廃を訴えた。無心論者、バスキャンペーンの発射式に参加するリチャード・ドーキンスと EN ・アリアーヌ・シュリン。21世紀初期には西洋世界において 特定の信仰を持たない人が増加しているという一般的合意とともに世俗主義と無信論が引き続き推し進められた。このことはアメリカ合衆国で政教分離を推し進めている EN フリーダムフロムレリジョンファンデーションや自然主義的世界観に対する大衆の理解と需要を推し進めることを目的とするブライト運動といった非営利団体の活動に支えられている。 さらに、サム・ハリス、リチャード・ドーキンス、ダニエル・デネット、クリストファー・ヒッチンス、ビクター・ジョン・ステンガーといった、反信論者や世俗主義者の著書が大量に交換され、その多くがベストセラーとなっている。この時代は新無信論運動が交流した時期である。新無信論とは、有信論に対する批判を公言する人々に対して使用される言葉である。 リチャード・ドーキンスも、より可視的な形での無心論の活動を定義している。彼はそれを気楽な態度で、戦闘的無心論と呼んでいる。ありがとうございます。